はい、本日も教えることはできませんが、共に学んでいきましょう。ゆうご .tv です。本日のお題は、ラッキーなことがあったときは喜びを素直に表現して感動が倍増させる。こちらを今から読んできます。ラッキーなことがあったときのリアクションが大切です。抽選のくじに当たった、試験や試合でラッキーなことがあった、街を歩いていると偶然ラッキーな出会いがあった、そんな時あなたはどんなリアクションをしていますか？喜びを表に出さず、無言で無表情のまま心の中で静かに喜ぶものもいいでしょう。しかしできれば喜びはきちんと表に出した方がいい。ラッキーなことがあった時はそれらしい表現をしましょう。やったと声に出す、握り拳を作り勝利のポーズをする、ニコニコ満面の笑みを浮かべる、無邪気に飛び跳ねる、スキップする、体全身で表現するよう心がけるのがポイントです。子供のように思うかもしれませんが誤解です。ラッキーな出来事があった時、嬉しい反応を見せるのは当たり前のリアクション。なぜ素直に喜びを表現した方がいいのか、それはラッキーの実感と感動を倍増させる効果があるからです。ラッキーなことがあった時にリアクションがないと実感が半減します。無言や無表情ではラッキーなことがあってもその喜びや感動を得られにくくなります。一方、喜びを素直に表現すれば、自分は今奇跡的な出来事を体験しているという自覚を持つことができます。ラッキーだという実感を、感動をますます倍増させることができる。また素直に感動を表現することは童心を思い出し心を若々しく保つ効果もあります。素直に表現した方がいいことだらけです。もし今度ラッキーな出来事があれば、感動を素直に表現して喜びましょう。今日の格言、ラッキーなことがあった時は喜びを素直に表現して実感と感動が倍増させる。確かにね。なるほど。リアクションは大切だね。いいこと、喜ばしいことがあったのに、やったー、それじゃ何も伝わらないですもんね。本当に喜んでるのかどうか。多少オーバーでもいいから、やっぱリアクション取ってあげるのはいい。それは俺も思う。なるほど、勉強になりました。はい、本日もご覧いただきましてありがとうございます。ぜひコメントとチャンネル登録とよろしくお願いいたします。ジョーさん見てますかね。たまにはコメントの方お待ちしております。それでは今日はこの辺でドロン。